テレビ朝日報道ステーション、高市早苗学しで大炎上。21日に放送されたテレビ朝日の報道ステーションについて、自民党の和田正宗議員が次のような発言をいたしました。政公統定が悪だとの論理だが、議員内閣制なので政府中枢も当然自民党議員であり、自民党総裁が総理大臣だ。言ってる意味がわからない。相変わらず、高市候補の話は、 一律に各候補の動きを取り上げる部分では紹介したが、主要部分の話になると取り上げられていない。全くおかしいとなっておりまして。まあ、こちら、自民党の総裁選挙は公職選挙法の対象ではございませんが、事実上、総理大臣を決める選挙でございますし、また公共の電波を使って各候補者を紹介する場合は公平に行わないと放送法に 停職する恐れもございます。まあ、残念ながら、テレビ朝日だけではなく、まあ、こういった自民党総裁選挙に関する公平ではない放送、報道が繰り返されてしまっているという問題がございますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも各マスコミの皆様には、最低限、候補者4人全てを公平に扱っていただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。